栄生氏は中華人民共和国三島省一回市に位置する研究士。栄生氏は三島半島の最東端、黄海に面して位置し、中国最大の漁港の一つである。低山丘陵の地形で平均気温が摂氏12度、降水量が785ミ、mm、リメートル。始皇帝が長生きの薬を求め、生山頭で祀ったことが知られている。ちなみに、 上福の物語もここが原点となる。主要な地域は、街頭石島、竜、髭島など。民の以前は、文都県に属し、民発に、生山永が設置され、清市幼生年間に初めて、栄政権が設置された。1989年に、研究士に昇格し、遺械市に属している。十街道、十日院、一管理区を管轄する。 市人民政府所在地は、街頭街道。栄生の東、南、北は、航海に面し、海岸線が5 0 0トルにもなる。産業は、海洋産業を中心とし、中国一の実力を持つ。栄生域内に、韓国企業が多くあり、海産物は日本までも多く輸出している。他に、加工岩の埋蔵量が豊富で、品種が多くある。 農業では小麦、ピーナッツ、リンゴ、トウモロコシ等の主産地で、工業では機械、造船、ガラスが有名で、全国総合実力100強圏の一つである。石島港は、東大からすでに、航海沿岸重要な港であり、現在は、中国北部における最大の漁港となっている。韓国、日本への過客運輸も開通し、2005年にはさらに、韓国、 院長までの航空路線が開通した。高速道路では、陳太貸石島線、災難太尾線、延大栄西線などがある。など、栄西市人民政府。ありがとうございます。